どうも高井です。こちらの本ですね、アルコール薬物依存臨床ガイドエビデンスに基づく理論と治療。この中アルコールの依存症の、エビデンスに基づくこういうのは依存症だよっていう話があるので、ちょっと話したいんですけど、適量飲酒に対するアルコールのね薬理作用は血中アルコール濃度およそ 30mg/L ね、その程度のレベルで通常は幸福感は得られるんだけど、ブラックアウトっていう、すなわち飲酒中に何が起こったか思い出せない状態、一般的に摂取量が同じであれば、男子よりも女性の方がね、アルコールに弱いってことで、ね、ABC レベル高いって書いてあるんですけど、この違いは単に男女の体重差の問題だけではなく、女性の肝臓の方がアルコール分解能力っていうのが低いことを意味している。また二日酔いも離脱症状の一つであり、これは比較的少ない飲酒量でも通常より見られるっていう。アルコール依存患者の場合はアルコールからの離脱に、痙攣が起きるっていう。慢性的なアルコール摂取は脳内にそれに適応しようという変化をもたらす。おそらくその結果として耐性や離脱依存などの状態が作り出される。そしてアルコール作用、アルコール乱用を続けていくと、やがてアルコールによって不安症状やうつ状態が発揮されるようになる。それらの精神症状は通常断酒を数週間によって消失していく。これまでの研究でアルコール依存には2種類の解分類が提唱されている。1つが A 型と B 型、もう1つは1型と2型。両方の分類法には若干違いあるものの、大まかに言えば、確かにアルコール依存患者には2つのタイプがあるとエビデンスは存在する。一方のタイプ1型または A 型、中年期以降に発症、依存は比較的に重症であく、正直の発症危険要因菌はさほど多くなく、精神症状も比較的軽度である。対象にアルコール依存の家族歴を持ち、発症年齢が若く、依存度合いも重度で、正直に、つまり子供の時期にですけど、多数の危険因子を抱えており、効率に反社会的なパーソナリティ特性を持つのはもう一つのタイプ、2型または B 型。一般的に後者の方がより遺伝の、負荷っていうのは、濃厚であると言われている。もう一つの臨床的に重要な分類は連続飲酒者と周期的な過度飲酒者にである。あるものは毎日同じ量のアルコールを規則的に摂取し、あるものは頻繁に大量の飲酒をする時期と摂取または断酒する時期を繰り返すパターンを示す。だから、そうなんだろうな、一応飲酒って20歳から飲めるよって言われてるけど、要するにそれまでに飲んでしまった人、つまり早くアルコールに手をつけた人であればあるほど、将来重症になる可能性が高いって言えるようになって思うんで、こういうね本読んで考えることによって、じゃあ俺の症状って何だろうって考えるように見なす結果になるし、自分自身の家族そのものを見るっていう意味でもいい本だと思うので、値段はね